おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。随分と浮かない顔してるみたいだけど、一体どうしたの？最近流行りの DIY にチャレンジしてたんだけど、なかなかうまくいかなくって、もしかして才能ないのかなって悩んでる最中だったんだぜ。確かに、この出来はひどいわね。使い物にならない本棚で思い出したけど、韓国で手抜き工事が横行してるせいで、いろんな建築物があちこちで壊れて大変なんだから。ちょうど暇してたから、ちょっと聞かせてもらえないか？わかったわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。2018年9月6日、午後11時22分頃の出来事ね。住宅工事現場の地盤沈下を防止する土止め用の壁が崩れて、隣接して立ち下1階地上3階の韓国ソウル市内にあった、トンジャクク山道幼稚園が10度以上傾く事故が発生したの。子供を預かるはずの幼稚園の建物が、そんな傾いたのか？上層部の重さを支えられなくなった建物1階は柱が沈んで、あちこちに亀裂が発生、建物の下部を支えるコンクリート擁壁も崩れて土砂が流出してたの。土台に亀裂って、脆くなってたってことだよな。しかも翌日7日の午前8時時点で、傾きも20度近くになってたの。建物の内壁が見えてて、今にも倒れそうな危険な状態ね。おいおい、どんどん傾いてきてるじゃないか。事故の原因なんだけど、延べ面積936平方メートル、約283坪の規模で老朽マンションを撤去して、多世代住宅49世帯を再建築する工事現場で矢板が崩壊して発生したみたい。ところで、矢板って何なんだ？矢板っていうのは地盤を掘削するとき、地盤が崩壊するのを防ぐために設置する仮設構造物みたいね。ふむふむ。幸い負傷者はいなかったんだけど、25世帯の近隣住民54人がサンドドン住民センターや周辺の宿泊業者に避難する騒ぎになってるわ。そりゃ、いつ幼稚園が倒壊してもおかしくない状況なんだから。当分そばには住めそうにないよな。向かい側のマンションに住む人は前日に妻が土が崩れる音が聞こえたと言ってたが、朝見たら建物が完全に傾いていて驚いたって話してるわ。昨日までまっすぐ立ってたはずの幼稚園が、いつの間にか傾いてるんだから。さすがに驚かずにいられないだろうな。6月と7月の構造安全性審査では異常なしって判断されたんだけど、8月22日に実施された3回目の審査では異常な兆候が見つかってたみたい。異常な兆候？7日午前にソウル市教育館と共に事故現場を訪問した同幼稚園関係者は、先月に教室の床に30から40ミリの亀裂が発生していたって発表して、何度抗議しても、工事業者は大丈夫と言って無視したって主張してるの。すると、工事関係者の手抜かりが原因ってことか？韓国でも子供たちのいない時間で本当に良かった、死傷者がいないことが不幸中の幸いなんて安堵の声が上がる一方で、工事業者を徹底的に調べる必要がある、まずは警告を無視した人を逮捕しようなんて訴える声も上がってるわ。こんな事故に発展してるんだから、きっちり責任を果たさなきゃいけないよな。他にもこれが韓国の建設のレベル。スピードだけにこだわり、作業は適当、韓国社会全体が安全不干渉にかかっているようだって嘆いたり、同日に発生した北海道地震と関連づけて地震は日本で起きたのに、建物はソウルで崩れた、日本は自然災害が多いけど、韓国は人災が多くて悲しい、少し気を配れば防げる事故なのにって声も上がってるわ。自然災害なら、まだ仕方ない部分もあるけど、事故の原因が人災っていうのがなんともやりきれない部分だよな。2012年3月19日の出来事ね。午後6時10分頃、アサン市、ペバンウプ、セヨリと、チョンアン市、プンセミョン、ナムグアンリ境界地域で建設中だった交換中継帯の送電塔の中間部分が真っ二つに折れて、近くにあった別の送電塔も中間が折れてドミノ倒しになって、15万4000ボルトの電線が田畑の地面を横切る危険な事故が発生したの。送電線がこんな風に曲がるなんて驚きだぜ。随分とやわな作りしてたんだな。天安放災産業団地の電力供給のために送電塔の新設工事を進行中で、竣工を1週間残した状態で起こった事故だったみたい。ふむふむ。事故の影響で既存の線路に瞬間的にわずかな電圧効果現象が起きたけど、事故直後に関電側が電力を遮断して、幸い人命被害は発生しなかったみたい。下手したら、誰かそばにいたら関電しかねないような状態だもんな。被害者がいなかったのが唯一の救いだぜ。関電は代替電力を投入して送電塔の周辺地域の電力被害もなかったって説明してるけど、そばにある送電塔も品質に問題があって、崩壊の兆しが残ってるみたい。それじゃ、いつ崩壊してもおかしくない状態だったってことか？危なっかしくてたまんないぜ。2020年9月3日、午前6時45分頃の出来事ね。台風9号の影響で、キョンナムヤン山にあるヤン山オタニ道エデンベリーゴルフ場近くに設置された、風力発電機1機が倒れる事故が発生したの。
根元からぽっきりいっちゃってる。この柱がもともとは風力発電機だったのか？当日は台風9号メイサークの影響で、ヤンサンでは瞬間最大風速秒速24メートルの強風とともに 192.4 ミリの雨が降ってたの。すると、台風のせいで風力発電機が折れてしまったってことだな。今回倒れた風力発電機は高さ70メートルの発電施設で、民間メーカーが2011年に建てて運営してるものだったんだけど、強風のせいで中間接合部分が破損、柱の上部頭部が道路に落ちてしまったの。もし車がそばを通ってたら、一発でペシャンコだろうな。幸いにも車の通行が多くない道路だったから、二次被害も起こらなかったみたい。とりあえず、誰も被害に遭ってなくって本当に良かったぜ。韓国の人たちも風に耐えきれない風力発電機もあるのかとか、風力発電機が風が強くて倒れこれからは風の吹かないところに建ててくださいとか、風力発電機が台風でもなく、風で倒れたなら、手抜き工事だろとか、他にもあれが原発がないので幸いだ。本当になんて言ってるわ。いくら台風だったとしても、風力発電機本来の役目を全然果たせてないのはさすがに納得いかないよな。2016年7月8日の午前10時57分頃、チョンナムヨング安郡ヨムサンミョンと、ムアン郡ヘジェミョンを結ぶチルサン大橋が、工事中に常磐の一部がシーソーのように傾斜しながら崩落、労働者7人が負傷する事故が発生したの。こんな巨大な橋なのに、まるでシーソーみたいに根元から壊れちゃったんだな。チルサン大橋は工事中の橋で、橋の大きさは高さ53メートル、幅 12.5 メートルもあって、過去に3回点検した時は異常なしって言われてたんだけど、工事中に鉄板の中心にあった接続部が破損して、まるでシーソーみたいに崩れてしまったの。3回も点検してたはずだろ。そんな簡単に壊れるようなもんなのか？事故の原因なんだけど、桟橋上部のコンクリート打設作業中の固定装置である鋼棒が切れたせいで重みに耐えきれなかったみたい。大事な部品のはずなのに、見事に外れてるよな。天板を支える必要がある鋼棒が切断された理由なんだけど、鋼板荷重に耐える力が不足していたのか、板のバランスが合わなくて発生したか調査中みたい。確かに柱に対して、橋の部分が明らかに長すぎて重量オーバーな気がするよな。栄光警察署が事故調査に乗り出して、荷重の保持に十分な鋼棒と鉄筋が使用されたか確認してる最中で、手抜き工事の有無や、工事管理がまともにできたのかを調査して過失が明らかになれば施工会社、下請け会社、管理業者などの工事関係者を業務上過失致傷容疑で立件する方針みたい。これだけの事故を起こしたんだから、当然の措置だろうな。今回崩壊したチルサン大橋なんだけど、総工事費1528億ウォンを投資して2012年9月に竣工、2019年に完成予定だったのよ。補修で再工事可能か否かを検討中だったみたいだけどね。でも今回の事故で、崩壊した箇所は一から作り直すことが決まったみたいね。もともとの予定だと、こんな橋が出来上がることになってたんだな。韓国のネットユーザーから本当に恥ずかしいね。手抜き工事の原因究明をしっかりしてほしいとか、まだ完成前でよかった、完成後にこうならなくてよかったとか、どれだけいい加減な工事をしたらこんなことがとか、ふむふむ。他にも橋を発注したのにシーソーを作っちゃったみたいとか、世界最大のシーソーとしてギネスブックに載るとか、傾きを直せば使えるんだろうか？いずれにしても実に後進国らしいとか、おいおい、まだあるのか？これが韓国の現実とか、最高慈悲の問題は当事者たちだけで解決しろとか、さすが韓国。手抜き、不正、腐敗は僕らの友達さなんて言われてる始末なの。これだけ巨大な建築物を作るんだったら、それこそ事故を起こさないよう気を配らなきゃいけないはずなのにな。2010年4月4日昼の12時20分頃の出来事ね。ソウルソンパクオリンピック公園にある、西遊橋の歩道の片方部分が崩れ落ちて、橋を渡ってた歩行者が転落して負傷してしまったの。ここ、元は歩道だったのか？歩いてる途中でこんな風に壊れるなんて、随分と危なっかしいな。そもそも西遊橋は約60メートルの長さがあって、公園に侵入する往復4車線道路と両側歩道を取り揃えた構造をしてるの。1986年4月にコンヨン土建が建設したみたいなんだけど、1998年の時点で倒産してたみたい。橋を作った会社、すでに倒産してたのか。管理は大丈夫なのか？歩道を歩いてた52歳の男性なんだけど、オリンピック公園の北側第2ゲートと園内を結ぶ全長60メートルの西遊橋を、ゲートへ向かって3分の2、40メートルほど渡ったところで歩道が崩れて、7メートル下のコンクリートの地面へ転落して、腕と足に軽い打撲を負う怪我をしてしまって、治療中みたいなの。そりゃ歩いてる途中で橋が壊れるなんて、普通なら思いもしないよな。さすがに災難としか言いようがないぜ。
目撃者は先日から橋の欄干がちょっと傾いていたのを知ってはいたが、急にゴー音と埃を上げて歩道が崩れたって証言してて、他にも10人が橋の上の歩道を歩いてたんだけど逃げて怪我はしなかったみたい？すると、橋が壊れる前兆がすでにあったってことだよな。警察の発表によると、西遊橋の安全性の問題が浮上したのは今回が初めてじゃなくって、オリンピック公園を管理する国民体育振興公団は、2008年に行った安全点検の時も補修が必要っていう判定を受けて、2009年に補修工事を行ったばかりなの。事故の1年前にも補修工事してたはずなのに、壊れたってことになるじゃないか。2010年2月にも橋の下の地盤沈下が心配だっていう市民の声が寄せられて、先月15日から今月13日までの予定で、安全性に関する精密検査を行うことにしたの。すると事故の1ヶ月前に、精密検査もしてたってことだよな。精密検査を受け負っている業者から橋の下で地盤沈下が見られ、また片側の欄干が曲がっていたため、その横の車道は車の通行を禁止する必要があるって言われたのよ。そこで先月12日から公園内部に向かう2車線の車の通行を禁止してたんだけど、業者から歩行者の通行まで規制する必要はないって言われて、鵜呑みにした結果の事故だったみたい。いくら業者の発言を鵜呑みにしたって言われてもな。それで歩行者まで巻き込まれたら、さすがにたまったもんじゃないだろう。2014年10月17日午後6時前の出来事ね。韓国ソウル郊外の京畿道ソンナム市にある野外コンサート場で、5人組の人気女性アイドルグループ4ミニッツなど、複数のアーティストが出演するイベント中に突然、地下駐車場の換気口の蓋が崩れ落ちたの。うはぁ、随分と深そうな場所に落っこちたもんだな。イベントが開かれた野外コンサート場はショッピングモールの一角にあって、複数のアーティストが出演してたの。事故当時は若者を中心に約700人が集まってて、4ミニッツの出番になったタイミングで、観客が換気口の上に集まってたみたい。いくらアイドルのコンサートに夢中だったって言っても、この蓋がいつ外れるかもしれないって知ってると、見てるだけで危なっかしいな。換気口は縦約 6.5 メートル、横約 3.5 メートルで、金属製の格子状の蓋6枚で覆われてて、地上から約1メートル高い位置にあったの。するとコンサートを見る時の、都合のいい足場になってたわけか。27人が蓋の上に乗ってコンサートを見てたら重みで壊れて複数枚が落下、十数メートル下の地下駐車場に落ちて、20歳から40歳代の16人が転落して死亡、11人が負傷してしまったの。そんなに大勢が亡くなったり、怪我までしちゃったのか？ちょうど2014年の4月に韓国で294人が死亡、10人が行方不明になった旅客船セウォル号の沈没事故が発生してたり、他にも2月に慶州郊外のリゾート施設で、体育館の屋根が崩落して10人が死亡した事故や、5月にはソウルの地下鉄で約240人が負傷する追突事故も起きてた時期だったから、安全意識の向上が叫ばれる中で起きた今回の事故に衝撃が広がってるみたい。コンサートに夢中になってる間に転落する羽目になって、さすがにかわいそうだよな。韓国の手抜き工事をいろいろと見てきたけど、どうだった？これだけいろんな事故が起こってるんじゃ、建築業者全体が信用ガタ落ちになって、おちおち外も歩けないよな。下手したら、住んでる建物すら危険かもしれないわけだし。韓国の人たちも、さすがに文句を言わずにいられないみたいね。今回の事故をきっちり反省して、今後は安全な建物を建ててもらいたいものよね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。